ったり。これって前止めるんですか？これ止めます。止めますか？全部ですね。ちょうどですね。はい、全部です。それで敬礼ですね。ちょっとしなってるよね。今の気持ちはいかがですか？軽率になった気持ち。なんか手帳全然こっちの気持ち。そうですか。試合の方がまだ、慣れもあるから。あ、まあでも、あの4万何人の観客じゃありませんので。確かにそうです。そうそう。あなたを兵庫県甲子園警察署一日警察署長に移植します。令和4年12月1日兵庫県甲子園警察署長警視横田誠司、よろしくお願いいたします。えぐいって。えぐい。皆さんを目の前にして、今の気持ちは？いつも あの警備してもらってるんでね、恩返しと行きたいです。一日警察署長は、阪神タイガースの伊藤将司選手です。阪神タイガースの伊藤です。皆様には平素より阪神タイガースに温かいご声援をいただいており、厚く御礼申し上げます。さて、私は阪神タイガースの投手としてチームの勝利のためにチームメイトの信頼やファンの皆様の期待に応えられるよう常に全力投球して行きたいと思います。警察官の皆様におかれましては、安全安心な街甲子園の実現に向けますます活躍されることを記念にして私の祝辞とします。肩上がっちゃいました。いやいや、堂々としてあります。そうですね、なんかまた違ったビシッとした感じですね。駅員の時もなんかこんなことやったみたいな感じあったんで、なんか久しぶりになんかこういう帽子もかぶったし、懐かしいなって感じですね。そうやって悪い人がまだいっぱいいるってことなんで、市民の皆さんもやっぱ気をつけてほしいなと思います。はい、頑張ります。良かったです。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。いただきました。